山内先生出番です。お、間違えた。貴様のせいでグレイは大使館で必要なものを手に入れた。奴はウイルスを確保しに向かっている。ISA は秘密施設をすでに制圧している。グレイは少年の体内に隠されたトリガーを手に入れた。それを使ってウイルスを活性化させ、生物兵器を生み出すつもりだ。奴はウイルスの感染力を高めたらすぐに使うだろう。止められる機会はこの1回だけだ。サビッチはウイルスが保管されている保管庫のコードをグレイに教えなかった。知っているのは貴様だけだ。だからこそまだ生きている。グレイの手下が金庫をこじ開けるには時間がかかる。先に中に入れ。ドロップシップでそこまで送り届け、部下に施設の防衛網確保を手助けさせる。その後保管庫に行って開けるんだ。ウイルスのサンプルを手に入れ、残りを爆薬で爆破しろ。さらにもう一つ依頼の達成条件があるぞ、傭兵。グレイ将官を確実に殺せ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。おっとじゃです。やっていくぞ。すげえやれるのか。ああ、対空砲がどうああ起きて。敵だらけじゃないか。乗り込みました。傭兵も生きてます。貴様を衛星で捉え、中に入れ。大丈夫か。ハッキングして止めろ。突入しろ。突入する。まず一人倒した。山内先生、お願いします。やった、バルタ先生だ。バルタです。ダナ、ISA の通信をハックした。未来の会話を盗聴できるぞ。この作戦に個人的に。オッケー。くらえ。よし。おお、破壊された。いけ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 。倒した。リロード。倒した。後ろで爆発するような気がするな。やはり山原先生なのか、ここは。カラパスもいいけど、カラパス行くか。一気に距離を詰めよう。危ない。よし、カラパス切ろう。危ない。一人倒した。よし、カラパス切ろう。いやー、すごい量だな。ちょっとガードして。やばい。お、素晴らしい。よし、ダメージアップ。オッケー。もうないな。オッケー、ある。オッケー。よしよし、倒した。さあ、こいつを使って。対空砲取れ。どこにあるの。対空砲制御装置は中に入れってことか。で装備を更新してカラパスもいいんだけど、やっぱり山嵐かな。オッケー。ここか。さあ扉を開けて。ここは危険だ。もっと安全な場所に移動しろ。この子を死なせるな。あれを見ろ。今はいい。対空砲を止めろ。対空砲を止めないとな。アゲーシ対空砲を止めた。いいぞ、味方が来る。下の階に向かえ。保管庫を探せ。分かった。ゴー。ほっ。下の階にはどうやって行くんだ。こいつか。OK。 エレベーター起動しない。あれ、ここじゃないのか。こっちか。何だったんだあれは。保管庫は施設の前方にある。グレイの部下が侵入する前にウイルスを確保するんだ。 OK。 時間がない。くそ、研究室の一部か。 ISA が爆弾を設置したのか。ここを爆破するつもりだぞ。ここ爆破するの。ちょっと待ってくれ。自分たちだけ逃げたら OK ってやつか。に向かってるぞ。オッケー。片付けた。登ったぞ。もっと上。これか。ああ高いな。よいしょよいしょ。おい。探索好きか。近くに入り口がある。それを使え。入り口？これか。おお。第一緊急施設。そこは格納エリアだ。そのタンクはサビッチの実験ラットが入っている。ヘルガストのため命を捧げた民間人だ。研究室に降りる道を探せ。これか。ああ、すごいね。ほいで、こうしてこうしてこうしてこうだ。何か音がする。あ、やばい。気づかれたね。端末をハッキングしてドアを開けろ。多数の熱反応だ。あれか。 ISA が向かっているぞ。構えろ。あー、これまたハッキングに時間かかるやつだ。山内先生出番です。お、間違えた。け。まだいるな。オッケー。ドアのロックは制御されている。端末を見つけハッキングしろ。わかった。ですね、こうしてこうして、あとはこうのおい、オッケー、開いたぞ。ああ、よし。進め。爆破された緊急室を抜けろ。了解。おう。敵いるな、普通に。おお、はい、これで最後です。爆破された研究室を通り抜けろ。了解。作業を続ける。バレてない、バレてない、バレてない、バレてるのか。こっちへ来てくれれば。たくさんいるね。前から行くしかないな。まずは上。今のいった。おお、フラッシュだ。何も見えない。バレた。グレネート。やばい、後ろから撃たれてる。隠れて、ズン。さあ行くぞ。オッケー。さあ、奴らが上がってくるからな。隠れたか。リロードして。オッケー、ダブルキル。上か。リロードして。痛い。おっ、こいつ上に上がろう。で、後ろから回り込め。トリア。リロード、リロード。お、よし、全員倒したか。保管庫に向かえ。保管庫上か。おう。前方に熱反応。保管庫は固く守られている。やり方は問わない。保管庫に入れ。了解。ドリルチーム、状況は。あと少しです。敵を発見したらすぐに応援を要請しろ。了解です。危ない。よし、全員倒した。素晴らしい。さあハッキング。ドリルチーム、保管室は空いたか？もう少しかかります。続けろ。そちらに増援を送る。何？送らなくていいよ。お前は今やクローテックの使いっ走りだな。暴走したグレイを止め、ウイルスを始末するといい。その後はどうする？こいつを持ってか。うまく活用してくれ。ああ、任せろ。行くぞ。こいつは強いからな。ああ、オッケー、大体倒したぞ。いた。なんだって。おねんねしな。オッケー、パスコード入力3026354943。開いたぞ。誰も後ろいないな。ウイルスのサンプルを探せ。ポチッとな。カードキーがいる。カードキーはグレイが奪った。ハッキングするしかない。ハッキングか。できるかな。ウイルスでも入手せず破壊してしまえばいいんじゃないか。暗証番号を使えば役目は終わりだ。裏切ろうなどと思うな。なぜだ。いくらで買うこのウイルスを。さてと、相変わらず難しい。あと少しだ。今からウイルス ID をそちらに送る。ほっほっ。オッケー。あはー、そうきたか。オッケー、全部に1個ずつこいつを使って解除していこうか。オッケー、あとはこれ。はあ。さあ回収。グレイたちを確認。保管庫に向かっている。ウイルスをあの女に渡すな。保管庫を爆破する。冷却タンクに爆弾を設置しろ。あれか、降りられないな。こっち。さあまずは一つ目、左右。グレイの到着だ。入ってくるぞ。嘘嘘嘘嘘。いいか、確実に殺せ。2つ目を設置して、外に出たら爆破しろ。あっ、ジャマーを使われてるな、これは。強いよ、おばさん。よし、終わりや。倒した、倒したんじゃない。閉めちゃえ。なぜどうする。何、やだ。衝撃で ISA の爆弾がすべて爆発する。え、おう、俺大丈夫なのか。やばいぞ、早く脱出しないと。ああ、クリアか。地で稼いできた金。はい、ということでね、これどうなってしまうんでしょうね、次回。お楽しみに。ほんじゃ、またな。